こばたくチャンネルへようこそーこばやしたくんしーですイエイ久々ですね今日は8月12日水曜日ミラーパンが終わったところです、えー、今日ね、ツイッターのトレンドにも上がっていましたけれども中2で起業高1で母校を買収した慶応生の正体っていう記事がありました、えー、中2で会社を起こして高校1年生の時に母校を買ったという現役大学生慶応大学生の 女の子の子話っていうねこれあの東洋経済に掲載された記事が元ネタだったんですけれども現役の慶応大学生の二麗彩香さんっていう方の体験談そして取り組みを紹介していて彼女がが考えるこれれからののの日本の教育システムってていいうのが特集されていました彼女自身インターナショナル幼稚園に通っていてそこで学んだことが考え方のベースになったそうです。 何か問題が起きた時に先生がすぐに介入するんじゃなくてなんでそう思ったのなんでそうしたいのっていう一人一人の考え方を聞いてみんなが納得できるプロセスを子どもたち同士で解決していくっていう教育スタイル。 これはね、これから A. I. が徹底して正解を導き出していく世の中において、とっても重要な考え方なんですよね。単純に例えば一足す一イコール二っていう正解。まあ、これちょっとシンプルすぎるんで、あれですけど。例えば三千五十六足す六千七百五十二割る五百二は十九点五四みたいなね。こういう複雑な問題でも、A. I. がさっと計算して正解を出してくれる。 何なら例えば言葉だってグーグル翻訳がこれから飛躍的に成長するでしょうからもう英語の正解すら覚える必要がなくなってくる時代だとそんな中で人間に求められるっていうのは、まあ、今ねここで語られていたみんなが納納得得する納得というものこれは教育学者の,あの藤原和弘さんんってていいう方も提唱しているんですこれこそ人間にしかできないことだと。 AI からしたらもしかしたら、まあ、決して正解ではないものでも人間同士が話し合って導き出してみんなが納得する回答こそ人間が人間らしく生きていく術じゃないかっていうねそしてイニイさんが通っていた幼稚園では感情と理性を分けて考えることってのも徹底して教えられたそうですそうなんです大抵の問題ってここがぐちゃぐちゃってなったりするんですよねそうすべきなのは分かってんだけど気持ちがねみたいなね 時にに感情っっってててやつはもももとと問題を複雑にしてしまってそもそもの論点がずれたところで語られることがあるあいつが言ってる確かに正しいかもしんないけどあ,あいつのこと嫌いだからその考え方嫌なんだよねみたいな「いや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 そこはもう別で考えようよ」とか例えば上司が「俺こうやって行きたいんだけどいやそうじゃないと思います」っていう例えばねすごくこう論理的に例えばその部下である人が若い人が。 こうじゃないですかっていう意見を言った時に意見を言われたっていうことに対してイラッとしてしまって感情論になってしまってああそれ,それはいや俺の言うこと聞けないってことみたいな感じになっちゃうみたいなそう感情と理性は違うよっていうねここを徹底して考えなきゃ分けて考えなきゃいけないってこれね本当に難しいことかもしれないけどでもすごく大事なこと。そうねえだから ここ一度徹底して考えるわけで考えて今起こっている問題に対してどうすることが一番いいのかっていうのを理性で考えてその上で自分の感情はどう思うのかっていうのを理解して最終的にはじゃあ自分はどうしたいんだっていうこの自分という主体を持つこともまた大事だっていうねそうなんですここ理性と感情を分けるでもその上で理性ではこうで感情ではこうでその中で感情の中でこの自分という人間はじゃあどうしたいんだっていうことをもう一回踏まえた上で 主体として自分を持つってことはとても大事だってことなんですよねそう、この自分を例えば押し殺しちゃって周りがこう言うから先生がこう言うからっていう決断を繰り返してしまうと本当に自分の感情ってのがわからなくなってしまうんです2さんの教育プログラムではここを徹底して起業することを学生たちに勧める会社を起こしてごらんとでもそれは決して起業家を増やしたいわけじゃなくて自分の理念を持ってそれを語れる人間であってほしいそのための教育プログラムを実施しているということなんですね まあ特に中学時代っていうのは自分ととことん向き合う時期でもあります僕も本当にいろんなこともういろんなことで悩みましただからこそ自分っていうのはどんなことを考えてどう生きたいのかってことを徹底してまあ向き合う時,時期なんですよね。どっか一方向からの視点だけじゃなくて物事の裏側だったり斜め横だったりとかまあ,あのミラパーでも大喜利をやってるってのは結構そういうところもあって物事の,この主人公目線だけじゃなくて敵側の目線だったりとかね いろんなところ多角的に見るっていう物事を多角的に捉えるっていう癖をつけることで自分っていう人間も多角的に見てみようっていうこれもまた重要なんですよねで僕はここに付け加えたいなと思うのがいつも言ってる好きを徹底したらどうだろうっていう好きを徹底するっていうことは今言った多角的に物を見るっていうことの 考え方と矛盾しないかって思われるかもしれないですけど実はそうじゃないって僕は思ってて例えば僕の例で言うとバスケっていうものを大好きで深掘りをしていったことでアメリカっていう文化にすごく触れたそこに興味を持ったで留学をした留学をしたことでアメリカの抱える人種問題っていう問題に直面したさらに外からに見る日本っていうものも感じることができた。 一つのものもバスケットに深掘りしていって入って入っていったことでいろんなことに直面することができて多角的に物事を見るようになったっていうことなんですよね。ということで本当にあのまあミラパーっていうのは10代の子たちが聞いてくれている番組だっていうことでまあ本当この10代の子たちにはその自分の好きを徹底しししててて大事にしてほしいなって思うんですよねこれは別に大きな夢を持てとかそういうことではなくて例えばなんだろう。 ももちちろろんんんああればあったらもちろんいいんだよそれはいいんだけどなかったとしてそれを別に自分をない自分を批判する否定することもいらないとそうじゃなくて例えばなこうあコンビニ行ってなんかああすげえガリガリ君が無性に食べたいとかそういう気持ちちっちゃい今したい今これが好きだっていうその一つ一つ芽生えた好きだなーこれーって思う瞬間っていうのを 大切にしてほしいなと思います特に多感な頃だからこそその好きがいっぱい生まれると思うからその一つ一つの好きっていうのを大事に過ごしてほしいなって思うわけですそんな思いでミラパーも喋っておりますいいねもよろしくチャンネル登録もよろしく番組もまた聞いてね